とやっぱ好きな人できたら私は一番いいと思うんですよ。皆さんこんにちは、結婚相談ジャグムの山本沙織です。平松智子です。このチャンネルでは男性の婚活を応援できるような内容を配信していきます。いいなと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。結婚相談ジャグムの情報については詳細ページに書いておきます。というわけで今回はスピード成婚するマル秘テクニックということで、まあ多くの方がやっぱり1年以内に結婚したいなって思って私たちのところに来たりとか、あと私のところに相談来る方は結構恋愛だけしたい、結婚は別にいいですっていう方ももちろんいるんだけど、でも1年以内にはいい方とお付き合いしたい、むしろ1年とは言わず今すぐにでもみたいな方が結構いて、なんかこう求めてる時って本当今すぐにでも手に入れたいっていうのがまあ普通だと思うんですよね。なので今回はスピード成婚するためのマル秘テクニックをぜひ智子さんの実例とともにお伝えしていきます。ズバリマル秘テクニック何でしょうか。ズバリ第三者の力を借りる。お、なるほど。私もこれすごい大事だと思うんですけど、実際なんかこの人第三者の手を借りたからうまくいったなっていう事例ってありますか。これは30代後半女性の話なんですけど、一人っ子で実家がちょっと地方の方でっていう状況で、相談所でいう仮交際から真剣交際に行けるかどうかっていうちょっと大事な時期に起こったことなんですけど、両親にも自分が婚活してることすら話していなかったっていうところで、いきなりこう紹介ってなるとびっくりさせちゃうから、電話でも何でもいいから婚活をしていることとか話しときましょうねみたいな感じお伝えして、でその時のお母様の反応が、まあ、ただお母さんはびっくりしていただけなんですけど、その状況をうまく男性側に伝えられなかったんですね。で男性側はどう受け取ったかっていうと、反対をしているぐらいのイメージで受け取ってしまったようで、まあ、なんでこのことが起こったかっていうと、一人っ子の女性で男性側は長男なんですよね。で、まあ、弟さんがいたり妹さんがいたりで、絶対こう名字は変えることができない第一条件だったようで、でずっとそこにアンテナが立ってるんで、一人っ子の親が反対しているっていう情報だけを受け取って、あれ僕向こう養子に入らなきゃいけないのとか、なんかそういう風にちょっとこう妄想が膨らんじゃったですね、膨らんでしまったんですね。でこれがちょっと仲人を交えた大きな出来事になってしまって、どのように聞いてますかみたいな、ちょっと詳細をみたいな感じになってしまって、どれぐらいお母さんがびっくりしていたのかとか聞いたら、ただ本当にびっくりしてただけなので、そこでこううまく多分伝えられなかったことによって、もしかしたら今までの恋愛とかもうまくいってこなかったのかなっていうのは実際ね、今の事例だともう成婚間近なカップルの話ですけど、恋愛とかでもよくあって、なんか相手の気持ちがよくわからない、で相手が今告白してほしいのかもわからない、結構男性ってそこで悩んだりするじゃないですか、いけんのこれ、脈あんのみたいな、で告白してみたら振られるみたいな、やっぱ相手の気持ちってどこまで行っても当事者には伝わらないし、婚活してる人見ててもそうなんですけど、男性が言ってることと女性が言ってること全く違ったりして、付き合ってるのに大体9割ぐらい男性はちゃんと話し合えてます、女性は全然話し合えてない不安ですみたいな、なんかこういうことが起きてて、これって恋愛市場でも婚活市場でもビジネスの世界でもあることかなって思うんですよね。うまくいってる人が使ってる方法って第三者の手だと思うし、まあ私たちもこう当事者同士が例えば喧嘩したりとかうまくいってないっていう時に、本人同士で話してもぶつかってしまうだけだから、だからこそ第三者が入ってお互いの話をお互いが理解しやすいように解釈させてあげるとか、中和剤がいるっていうのは婚活はもう絶対必須だと思うんですよね。まあ、私も智子さんも恋愛結婚で、ね、婚活っていう市場では戦ってこなかったんで、なかなかその婚活市場でのこう実際の婚活者っていう立場には立ったことないけど、でも恋愛市場って絶対に第三者いなかったら進まないじゃないですか。あいつお前のこと好きらしいよみたいなとかを聞いてちょっと意識し始めたりとか、だからやっぱりこの第三者の力を借りれてない人っていうのは、特にねアプリだけでやってる人とかって、多分うまくいってない一つの原因は第三者の力を借りれてないっていうことかなって私もすごく感じますね。結局その方たちはうまくいったんですか。お母さんはすごいこう自分のね一人娘がもう30後半になって、ね、やっと嫁に行けるっていうところですごい
歓迎してくれたみたいで、ここでねやっぱりその第三者の、まあ、結婚相談所でいうと仲人さんとかがあの間に入ることでやっぱりこの誤解が解けたりお互いの勝手な妄想が膨らまなくなったりするから、もし今アプリとかやっててうまくいってないっていう方はどんな風に第三者入れた方がいいと思います？一度自分のこう恋愛とかアプリだったら自分の恋愛の仕方とか過去から遡って、まあ、誰かに話を聞いてもらうのが一番いいのかもしれないですけど、それは恋愛コンサルタントなのか、まあ、またお友達なのかわからないですけど、恋愛の仕方をこう紐解いてみるともしかしたら一つのパターンに陥っているかもしれなかった。一回なんか友達に全部話してみて、あとやっぱ好きな人できたら友達に話しちゃうっていうのが私は一番いいと思うんですよ。その友達が本当に自分の親友だったら力貸してくれるし、もし親友じゃなかったらライバルになって戦ってくると思うんですけど、本当の友達かどうかっていうのを見極める必要もあるかもしれないけど、この人のこと気になってるんだよね、協力してっていう風に協力してもらうのが私は一番いいと思いますね。あとはやっぱ大人になるとなかなかそういうのが難しいっていう人もいるから、あの行きつけのバーとか行きつけの居酒屋とかを作って、そういうマスターとかおせっかいな人多いから、そういう人の力を借りてちょっとデートじゃないけど、そのいい感じの方とか初めてお食事に行くアプリの、ね、方とか連れてって、いや何々くんがこんな可愛い子連れてくるなんてもう珍しすぎるよとか言って一言言われると、女性側もあれなんかちょっとここを連れてきてくれてるのって特別だからなのかなとかいう風に意識しやすくなるから、第三者の力を借りれる場所っていうのをどれだけ作るかっていうのはすごく重要かもしれないですね。というわけで、やっぱりスピード成功の秘訣はですね、第三者の力を借りるっていうのをぜひ意識してみてください。このチャンネルでは男性の恋愛を応援できるような情報を配信していきます。いいなと思ったらいいねボタン、そしてコメントもぜひいただけると嬉しいです。というわけで今回は山本沙織と平松智子でした。バイバーイ。